コンビニ戦争ね、まあ、徹底的な市場調査しますから、要するにお店も同じ地域に集中してくる、売れるだろうってね、うん、また競争激化、こういうねサイクルですよ。厳しいですね。でも、うん、24時間しか時間がないのはその通りなわけですから、うん、今度はじゃあどこに行くかというと質とかね、そうこうまた激化していきますよ ね。でも使う人間側しからすれば冷酷ですから、それは簡単なことです。もう便利で、いいものがあるっていうところへどんどん行っちゃいますから、冷酷に選びます、はい、だけどね、見てると何かね対極になってきたな、こういうもう企画的な、はい、コンビニ、さらにはもう省力したもう徹底したあの自販機ストアアイデアね、こういう方向へ行く一方でですね、はい、あのおたもちとね、おそばのお店、ああいうぬくもりのある24時間営業、はい、この2つが ね、やっぱりもう対極になってこう流れていく、うん、どっち選びます？おたもち、ね、なんかほどほどってのが、はい、成り立たないっていうのが東京かな。死んで体は遅すぎる。遺言書がなかったために勃発する骨肉の争い。死んでしまいたいって泣いて騒いだ。その思いもよらない騒動と遺言書の手引きをお送りしましょう。来週は遺言で明るい明日を迎えよう。